はじめまして、カブパパだ、うんうん、よろしく。はじめまして、会いたかったです。会いたかった、俺も会いたかった。はい、会いたかった。やめろ。いやー今日はね、こうトクラすんげー空いてる。ほら半分がねもろ空いてて、まあ、僕の車しかないですからね。はい、すいません、はい、どうも。いやちょっともやってるけど、はい、鳩町峠に着きました。あのね、ほんの3週間前来た時はこの辺結構雪残ってたんだけど、全くないねうわすごいね、朝日がね、鳩町山荘の上にぐっと登ってきて、なんか神々しいんですけど。はい、改めましてね、おはようございます。カッパパです。はい、こちらはね、尾瀬最大の入り口、鳩町峠です。で、今日はですね、待ちに待った尾瀬の山小屋泊まりです。まあ、例年通り、尾瀬小屋さんにお世話になろうと思ってます。ちょうどあそこがですね、志仏さんの登り口になります。あそこからね、ぐーっと行って、古志仏を経由して志仏山に登ります。で、こっち側の入り口ですね。あそこですね。あそこがね、尾瀬ヶ原の入り口って書いてありますけど、あそこをぐーっと下ることによって、山の花ってとこに出て、そこから尾瀬ヶ原になります。で、もう一つのルートはですね、この休憩所の脇を通って、行くとですね、後ろにあの公衆トイレがあるんですが、その脇をぐーっと上がっていくとですね、僕の一番大好きな場所、あやめ平に行きます。基本的にここはその3ルートの拠点となってます。で、この時期はですね、いつも僕はあやめ平に行ってですね、もう天空の湿原から尾瀬の山々を見るというのがもう毎年のライフワークなんで、まあ、今日もね、そのルートで行ってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、このね、木道がね、めちゃくちゃ滑るの、これ朝はね、ぬるぬるなんで、皆さん気をつけてください、本当に。今日のね、ざっくりとした予定なんですけど、さっきあの鳩町山荘出て、で真東にずっと行って、まずあやめ平、まずここを見ないとねあやめ平を見てからですね、そこから富士見田代の分岐、ここでね池塘があるんですよ、まあ、そこを見てですね、一気に新道を下って、竜宮の方に降ります。それでね、まあ、竜宮まで行ったら下の大堀川、ここはですね、水芭蕉の群生越しに志仏が見えるところなんですけど、まあ、ここでちょっと写真撮って見晴らしに行きたいと思います。はい、ちょうどね、これが本当の木道ですねこんな感じで、雪がね、もう結構深いとこではね、まだ1メーターぐらい深いとこあるし、でも大体ここいつも、ここは雪積もってるよね。
雪だまりみたいになってるけど、あれこのシャツあれ？ん？これ、うん、この間買ったやつ、うん、や山シャツ？うん、山シャツ。へえ。ドライでクールな山シャツ。すごいね、クラシックスタイルで。うんうん、UV ね、UV 機能 90%、これも。うん。うん、これも UV 機能 90%。すごいね。なんかすごいこれ手真っ黒で、これ黒血球 90% だよ。これはあれかな、あやめ川かな、あやめ川。あやめ川かな。来たんじゃない。怖いんだよ、踏み抜きが。はい、8時20分ですね。ここはね、横田城ですね。横田城っても一番西の端っこだけど、はい、あれは本当に雪がないわ。うん、でもまあ、はいはい、おなじみ横田城、標高1860。おう、これはありましたよ。横田城は、あの尾瀬のね、いろんな田城の中で、僕ね、もう抜群の風景がこう拝めるんですけど、それがね、これなんですよ。はい、ドカーンドカーンになっちゃった。はい、これはね、渋津さんです。まあ、どっちかっていうとね、ドカーンっていうよりもバゴーンって感じだね。焼きそば？焼きそばだね、バゴーンは。はい、それではね、こっから山を越えて、まあ、一回谷になってまた登るんですけど、そうするとね、あやめ平になります。で、行ってみましょう。ほら、ちょっとね、字が欠けちゃってますけど、中原山ですね。おい、来た。はい、ここはですね、あやめ平の、まあ、地図上だと一番西の端っこになるんですけど、まあ、この先ね、ドーンと広がってますから。夏が来れも思い出すって歌いますよね。あれの舞台がここなんですよ、実を言うと。で、その頃ね、大勢の観光客が来ちゃって、これ踏み荒らされちゃって、で、中にはね、フォークダンスやっちゃう人とか、ね、こういう地頭にね、入っちゃう人とか、まあ、いっぱい出てきて、まあ、植生が荒れちゃったんですよね。で、当時はね、まあ、さほどそれが、後で影響出るとは思ってないでみんなやっちゃったんですけど、そういうことでね、植生が荒れちゃって、今至る所であんな感じで植生保護を行ってますね。もう何十年ってかかるか分かんないんですけど、大切にしたいですね。はい、でこれがですね、おなじみ天空の湿原、あやめ平です。幾多の折り重なる地頭と、その向こうが日内ヶ岳ね。あちらがね、会津の山々。後ろにね、ちょっと林の向こうになっちゃってますけど、渋津さんが見えます。
いやー素晴らしいね、息を飲むわ。はい、ここはね、僕が大好きな天空尾根と呼んでるとこですね。ほんとここ好き。どれぐらいすごいかというとね、まあ、こんな感じなんですけどね。いやーいいでしょう、ここ雪がないとね、いいんだよ、これ雪があって怖いんだけど、ここ。うう、やってきた。はい、ここは富士見湿原の分岐ですね。はぁ、あ、やってきたよ。あ、完全ね、埋まっちゃってんじゃん。ここまっすぐずっと行ってね、川沿いに降りると、まあ、ゆくゆくは竜宮に行くんですけど、まあ、こっからんじゃチェーンスパ履くか。じゃあ行くか。行くか。うん。一応ね、まあチェーンスパ履いたんですけど、なるべくね、こう木道は避けて、雪の上ね、歩いていこうと思います。わあ、つってもずっと雪の上っぽいね。ルートがないよね、これ。完全ルートはないんだけど、一応赤テープで、うん、赤テープがあるんで、まあそれを頼りに行こうと思います。はい、ここはね、なんだっけ、ドバだ、ドバ。はい、もうね、雪なくなってきたんでチェーン抜いたんですけど、これ歩きやすいですね、このゴムのね、網のやつ。はい、竜宮まで 2.9 キロ。あっつあ。あっちぇ、夏だよこれ。セミこそ鳴いてないけど、あっつ。ここはやっとね、長沢の橋、2年ぶりです。ここね、涼しくて気持ちいいんだよ、好きなんだよ俺。はい、長沢新道ね、下り終わって目の前、尾瀬ヶ原が広がってきました。見て、水場所。いやーいいね、育ってるね。おお、すごいね、真っ白だね。今ね、すごい竜宮の十字路なんですけど、こう木道がね、新しくなってるね、これほら、2022年ですよ。はい、12時10分、竜宮小屋。ああ、久しぶりに来た。小屋の右手の水道のところに水ね、いただいてきました。
実は正直言ってこれ一本で来たんですよ。動画でね、あやめだら回るときは、これ一本じゃちょっと足んないかもしれませんなんて自分で言っときながら、正直言ってギリギリでした。よかった。じゃあこれをいただいて、こう牛首が見えますけど、牛首方面行くと下の大堀があってあるんですね。あそこまで行ってみたいと思います。わあ、これ綺麗だ。ユウキンカが咲いてます。おお、これ、ね、僕の撮影ポイントね、ここなんだよね。この朝飯に、朝飯じゃない、昼飯か。昼飯にしよう。疲れたからタウリンたっぷりよ。はい、竜宮を越えました。こっからはね、見晴らしの小屋はまだちょっと見えないかな。うん、はい。もうね、僕の動画ではね、もう何回も何回も言ってるんですけど、数ある山の中でね、僕が一番好きな山、日渕ヶ岳です。でも日渕雪少ねえな。うん、普通この時期ね、なでっくぼはね、まだ雪の筋が残ったりするんだけど、はい、見晴らしのね、山小屋が見えてきました。とその前に、あれは牧歌さんですね。あれ、荷物が軽そう。あ、こんにちは。こんにちは。あ、マー君、はじめまして。はじめまして、カブパパだ。うん、よろしく。はじめまして、会いたかったです。会いたかった、俺も会いたかった。はい、会いたかった。YouTuber。あ、YouTuber ね。ちょっと、どんどん回してていいですか。あ、もうどんどん回してください。カブパパとカブママ、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。一回ね、Twitter で、ぜひ、なんか今、俺たちもちょっと YouTube 頑張ってるんで、なんか、コラボとかさせてもらえたらなとかって言ってるところ、なんかこの前回来た時に五十嵐さんと撮ってたじゃないですか。はいはい、わずりーっつってずりーって、俺も映りたいって。俺はちょこんちょこんって会ってますもんね。なんか会ってますね、もう五十嵐さんと何回も。こっからの木道がね、ひでえ木道だったんですよ。それがね、すごい綺麗になってる。これこれは何、2022年の焼き印だよ。あそこまでだけどさ、ここもね、どこだったよね。そう、見晴らしの木道がね、ここはもうひでえことになってたんだけど、これはすごいね。なんかね、いろいろ話したらね、あっという間に見晴らしについちゃいました。はい、途中でね、尾瀬の牧歌さんで有名なマー君とね、あと先日もお会いしたんですけど、五十嵐さんとお会いして、ついつい、ね、話し込んじゃって今度一緒にコラボしませんかってことなんで、ぜひね、コラボして盛り上げていきたいと思います。本当だね。はい、尾瀬小屋着きました。本当だね、久しぶりだね。あ、こんにちは。どうもご無沙汰です。ご無沙汰です。さっきね、マー君らに会って、あと五十嵐さんと、で、ずいぶん話し込んじゃって、そうで、コラボしようって話になっちゃった。もうこの3人
乾杯。お疲れ様でした。